ゆっかさん、けごりんさん、ごきげんよう。ごきげんよう。今日このタイトルにしましたのは、まさしく今見てくださっている、はいはい、ゆっかさん、はい、僕のこと声がいいって、はい、よく眠れるって、はい、これは褒めてるんですかね。そうじゃないですか。よく眠れるんです。ディスってはないです、はい、ディスってはないです。ディスってはない、はい、このチャンネルが眠いって言ってるわけじゃない。はい、じゃあ大丈夫です。はい、このゆっかさんがですね、ありがとうございます。ゆっかさんがこんなコメントをくださったんですね、はい、彼氏と私が ISFJ です、はい、ちなみに私が ISFJ の -A で、彼氏が ISFJ の -T ですと、はい、ISFJ 同士の相性はどうなんでしょうと、はい、いうコメントをくださいました。ありがとうございます。いうところで、まずこちら、あなたにぴったりの相手がわかる16の性格なんですけども、 ISFJ 同士、この2人の組み合わせは、4つすべての特性が、特質が組み合わさって共通していて、居心地の良い安定した関係を築きますと。相手が何を期待し、どう予定を組みたいかがわかるので、互いの決まりを尊重しますと。相手が何がしたいかっていうのが分かってるっていうのが、はい、まあ、よし悪しですよね。はい、邪魔しようと思えば、まあ、そこ、喧嘩した時はそこを封じちゃえるわけですもんね。はい、この偉大なるチームメイトとして成熟した親密な関係を深めることができるし、2人ともこの身近な人のことを心から大切に思うので、献身的に忠誠を尽くし合いますと。強い労働感、働かねば、まあ、なんて言うんでしょう、労働感を持っているので、責任や約束を全うし、信念を貫きたいっていう相手の気持ちもよくわかりますと。はい、まあ、これが良し悪しですよね。相手の気持ちがわかる、はい、保守的な生活を送り、伝統を重んじるこの ISFJ の2人には、淑女神父氏のカップルが多く、秩序ある家庭を築くと。お金には慎重で、互いに変化を強いたり驚かせたりしないで安心して暮らすことができるし、パートナーを最高の親友だと思っている。助け合い成長しますが、もっと客観的に決断を下すようになれば失望せずに済みますと。なんでしょうね、この客観的に決断を下すようになれば失望せずに済みます、はい、主観的になりすぎた話じゃないですか。主観的になりすぎる、はい、主観的って自分の感情、はい、自分の価値観で見る、ね、じゃなくて、ちょっとこう俯瞰してみるみたいな、うん、その問題点が私には分かりませんが、そうした方がいいよって話じゃないですか。すいません、ちょっと僕が反応してもしょうがないですね、はい、で2人とも頑固なところがあるので、もう少し心を広く持てば人から足蹴にされなくなります。2人である程度は危険を冒し、新たなことに挑戦してみましょう。こ、人から足蹴にされるなんてことあります？生きててアメリカの本です。はい、はい、で雑に扱われるぐらいの感じかもしれないですけどね。ただまあ、このチャンネルでもそうですけど、はい、SJ さんに対しては、はい、他のタイプの方々が、はい、結構つまらない扱いはしますよね。つまらないやつだ、ルール一辺倒だ、はい、頭が固い、 NT ですよねルール側の人間だ、はい、みたいな言い方はされる気がします。でこの2人にとって、2人同士で相手に不満を覚えるのは、この2人の人生は順風満帆だが型にはまりがちですと、はい、同じことをずっと続けていると好機を逃したり、同じことの繰り返しに飽きたりしますと。またこの2人は健全な討論さえ避けようとするので、前向きな変化さえ起こすことができませんと。2人とも、社交性の社交、社交は得意ではないので、はい、ごく限られた友人と静かに楽しみたいと思っているようですと。パーティーを開くのも苦手で、知人を増やすことができません。また自分が下した決断にこだわりすぎて、自分で自分の首を絞めてしまうことがありますと。でまあ、この ISFJ2 人へのアドバイスとしては、お互いに別々の友人や趣味を持とう。
外に目を向けようみたいなことですかね。新たなことに一緒に挑戦し、活発な行動を楽しもう。順番に社交に参加したり、ちゃんと電話に応じたりしよう。あれですね、この多分、はい、ゆっかさんは友達から電話がかかってくると、はい、たまに居留守使うんですよ、はい、電話に出ようと、はい、まあ、この枠を作りがちって話じゃないですか、小さい枠を。でもまあ2人でいるときってそういう外からの電話がめんどくさいときってありますよね。でそこにはまりがちって話ですよ。わかる、わかる気がする。そこからこうちょっと飛び出て外の世界見た方がいいよみたいな。なるほど、はい。で、額面通りに物事を受ける傾向があることを自覚し、物事の奥まで見る努力をしようと。家事にもっと加わり、互いの尽力に感謝しようというのが、このまあポール・D・ティーガーさん、はい、バーバラ・バロン・ティーガーさんの、このこちらの本、まあ、ちょっとアメリカっぽいですよね、はい、パーティーに参加しようとかって。パーティーなんかないですもんね、日本ではなかなかね、はいはい。でこちら Please Understand Me 2では、カーシー博士が何を言っているか、まあ、ISFJ 同士はないんですけど、SJ のカップリングの話はしてるんですね。ザ・ガーディアン・ヘルプメイトというところで、この SJ 同士のカップリングの話をしているんですけども、うん、ガーディアンの組み合わせとして、ガーディアンとガーディアン、守護者と守護者、 SJ と SJ ですね。このガーディアンは他のガーディアンとのメイティング、まあ、カップリング相性は、2人の SJ が互いに惹かれ合い驚くほどうまくいくこともあると。そもそもガーディアンは慣れ親しんだ関係や予測可能な関係に特に悩まないっていうのは、まあ、この SP さんとかは新しいこと、はい、楽しいことに興味があるので、はい、予測可能な毎日があると、はい、飽き飽きして、はい、行ってきますって言っちゃう、はい、し、まあ、なんか NT さんも自分の好きなことがしたいし、はい、みたいな風だが、SJ 同士だと別にこの予定調和大歓迎、はい、まあ、むしろそれがいいんです、ね、それがいい、安全、はい、安心、はい。そしてまた2人の SJ は家庭と家族への献身、勤勉な労働倫理、子育て、レクリエーション、支出と貯蓄、会員制、市民的な参加という、この保守的な態度に驚くほどこの多くの関心を共有している、はい、分かる、はいはい、私も分かる、うん、はい。しかしこの2人の結婚には問題もあると。この SJ 同士2人のガーディアンは家を切り盛りし、互いのために尽くそうとするあまり互いを踏みつけにすることがあると。まあ、多分さっき言ってた、はい、やっぱりこの分かる同士が、はい、何て言うんだろう、ずれた時ですよね、はい、こっちのこれがいいと、はい、こっちのこれがいいがずれた時、それ主観と客観ですよね多分。聞かせてください。主観じゃないですか。主観って自分の思いです。思いですよね、はい、でそれを貫き通すみたいな感じ、それがこうぶつかるって話ですよね、はい、そうですね。だからちょっと客観的にどっちがいいのか判断しましょうみたいな。答えが出ました。この SJ の結婚では片方が批判的な態度を取ると、もう片方も同じように批判的な態度を取りますと。2人の審判がお互いのボールとストライクを、はい、こっちはストライク、はい、ボールストライクボールみたいなことを、はい、譲らない、譲らない、審判同士が言ってる、はいはいはい、っていうこのような関係には衝突がつきものだと、うん、いうところで、答えは何でしょうねって聞こうとしたら、はい、客観的に見ようと、はい、っていうのがこっちのバーバラ、はい、バロンさんが言ってますね、はい、というところで、ゆっかさんどうでしょうか、はい。でもこうタイプに関わらず、まあ、譲り合いですよね、まあ、だとは思います。妥協点、妥協点、はい、大人ですね、はい、はい。あとはまあ、僕はもう黙るようにしてます、はい、
喧嘩が始まるときは、はいはい、であとはもう会わないようにしてあの、はい、日が経てば、はい、ただこのこれはもう僕は結婚してるのでね、はい、なんて言うんだろう、もう謝らなくていいと思ってるんですよ、喧嘩したときも、はい、あの時が解決するじゃないですか、はい、うやむやになって終わる、うやむやにしたくないタイプえ、ソジエさんじゃないですか。あ、きっちり決めたい。 J の人は特にそんな感じはするじゃないですか。決めたいんだ、誰がどう悪いのか。 NT とかも NTJ とかもそんな感じはしますよね。ふわふわって浮いて、はい、なんかもう忘何があったっけっていう、はい、こう引っ張ってくるんじゃないですか。そういえばこの間のこれそれは良くないよ。で、私はいつもその解決の仕方なんですね、はい、ふわふわっとさせて、はい、でちょっと煙に巻く、はい、煙に巻くで、はい、ちょっと冗談とか追いながら、はい、笑いに包まれる過程っていいよねって、はい、違うステージに行って違う話が始まるみたいな、はいはい、で家族がこれができるからいいよねと思ってるんですけど、はい、ゆっかさんは多分結婚してないとなると問題ですよね。どういうことですか。一回スパって何かが衝突が起こって、はい、切れてしまうと、はい、なんか自然消滅してしまったり、はい、するだろうなとか、はい、あ、なんか付き合ってる時は別にお互いいいとこしか、いいとこ見せ合い合戦じゃないですか、はい、付き合ってる時って、はい、これはなんか同棲とか、はい、次のタームに進むと嫌なところをどこまで許せるか合戦になるじゃないですか、はい、あの領土の取り合いというか、うん、この食器洗いの面ではあの私の領土、はい、みたいな時に、まあ、譲り合いになるんだろうなって、はい、いうのを想像してました。それはまあタイプによるそうですけどね。え、タイプによるんじゃないですか。あ、体調は別に好きにすればあって、はい、でもなんか例えばお母様がしっかりしてると、はい、なんて言うんだろう、料理の作り方とか、はい、食器の畳み方がなんか家庭のルールと違うとかって、はい、いう衝突をよく聞くんですね、はい、例えばお風呂体洗って、はい、体拭きますの時に、はい、お風呂の中で拭くのか、はい、お風呂からガラガラって出て、はい、洗面所で拭くのか、はい、っていうのも文化の違いじゃないですか、はい、で別に僕は合わせればいいじゃんって思う方なんですけど、はい、どっちでもいいよって、はい、それがなんかぶつかったりもするよなんて話を聞くとですね、それはあれじゃないですか、付き合ってても結婚してても一緒のことじゃないですか。あ、で結婚とか同棲とかして初めて、はい、そこでいいとこ見せ合い合戦じゃなくなるわけじゃないですか、はい、あ、でそこでこのゆっかさんはそれをしてるのかなと思って、はいはい、どの段階なんだろうねとか思いながらちょっと今日はゆっかさんのことを考えてました、はい、そしたら見てくださったのでごきげんよう、はいはい、まあ、そこがタイプによるんじゃないかなって話はあ、NT さんだとこっちの方が合理、はい、合理性あるよねみたいなとか、いいとこ見せ合い合戦なんかしたそんな風に思ってない、はい、言葉って本当難しいんですよ、はい、とここで切りますね、はい、言葉って本当難しいんですよでちょっと切ります、はい。